よし、いった。今度のおじいちゃんの命日は親戚みんなが集まるから、私が石鯛釣ってみんなに食べてもらうね。おじいちゃんも一緒に食べようね。仏様も無事に帰ってこれるように見守っててください。行ってきます。うまっ。いただきます。みなさんおはようございます。ポテチン TV のポテチンでござる。いつもご視聴ありがとうございます。当たってるってるー、へいし。今日はですね、ちょっと私事なんですけれども、明日が私の釣りの師匠であるおじいちゃんの命日なんです。なのでちょっと最近私おじいちゃんに石物のいい釣果報告ができてないので、今日こそは石物、石垣台、本石釣って、明日のおじいちゃんの命日に仏壇にお供えしたいなと思って石鯛釣りに来ました。今日はね、潮もいいので、きっとお魚来てくれるんじゃないかなと期待しながらやっていきたいと思います。では本日も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。おじいちゃん待っててね。明日はですね、親戚みんなが集まって食事会をするので、ぜひね、私が釣ったお魚を食卓に並べたいと思ってます。結構ね、昔はそのおじいちゃんが生きてる時は、親戚で集まる、まあ、お正月だったりとかイベントごとの時とかは、おじいちゃんが釣ったイシダイをみんなで食べるっていうのが恒例だったんですけど、まあね、おじいちゃんにはまだ私及ばないので、なかなかねお魚持っていけてないから、今日は釣りたいですね。お、来た来た来た。食べてるか食べてるか食べてるか。よっしゃ、もうやばいやばいやばい、突っ込む突っ込む。絶対あげるよ。
いいのかな。あ、あ、結構でかいじゃん。ありがとうございます。ランディング結構いいサイズだった。いや、だって引いたもん。突っ込んだお子さん持ってかれるかと思った。よいしょ。やった、すげえ、でけえ、でかい、やりました。いいサイズの楽器釣れました。私久しぶりの石物ですね。よかった、釣れて。おじいちゃんにお供えができます。でもちょっとうち親戚結構多いので一匹じゃ足りないから、もう一匹ぐらい、できればしましまおじいちゃんの仏壇にお供えしたい。ありがとうね、美味しくいただきます。ありがとう。よかったよ、釣れたよ、おじいちゃん釣れたよ、ありがとう。いや、きっとおじいちゃん石物食べたいって思ってたんだと思う。よかった。あとね、やっぱおばあちゃんに持って帰りたかったのもあったので、一安心です。喜んでくれるかな。いや、きっと喜んでくれる。嬉しい、すごい嬉しい。あ、当たったら、当たってる。よし、よし。うち親戚多いの。落ち着いて、落ち着いて。魚はいる、魚はいる。あとは、あとは慌てず、うん、今のはダメ、今のは慌てちゃダメ。行くか。ああ、取られたかも。すごい上手だった、食べるの。いや、でもあそこで合わせたら多分バレてたから、今はしょうがない。うん、あー、座り。持って帰った。悔しい。いや、でもまだいる、まだいる、大丈夫。は、綺麗にない。さっきのあれは合わせなくて正解でしたね。だって走ってなかったもん。いや、でも
いい緊張感でした。食べるの上手な子がいますね。結構大きかったんじゃないかな。あれだけ引っ張るからね。今日の餌はもちろん私の大好きなガンガゼウニです。おじいちゃんもね、ガンガゼウニ以外を使ってるとこあんまり見たことないんですよね。まあ白髪ウニとか使ってたりはしましたけど、結構年中8割型ガンガゼだった気がします。あ、たまにヤドカリとか使ってたのかな。でも鹿児島ヤドカリいる？いるのかな。ヤドカリいるか。前ね、お隣で釣りしてたお父さんにもらいましたもんね。なかなか見かけることないよね、ヤドカリって。砂浜とかにいるもんじゃないのか。海の中にいるんだよね。すごい大きいね。ちょっと針貸してあれ。え、自分の針こっちくる。お父さんの前をとっかりしちゃった。どれだどれだ。わあ、ヤドカリ。ヤドカリって釣れるんですかね。釣れるんだったら釣りたいな。いやー、石鯛釣りのいい餌になるんですけどね。だってるってる。あ、よし、入った入った。大丈夫、ついてる。あ、いや、外れた。今のはすっぽ抜けた。悔しい。あ、これやばいぞ。でかいの来たぞ。あ、なんか混ざってガキ、なんだろう。最初のなんか本石っぽいなと思ったけどな。いや、でもいい当たりですね。よし、あー、惜しい。よし、いけ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 。
いいね、いいサイズですね。よいしょ、ありがとうございます。大きい大きいし、なんか分厚い。うわー、やった大きいですね。さっきのより大きいかも。いやー、走る走る。この子もいいサイズ。この子はメスですね、女の子。口がちょっと、口がもともとですかね、曲がってる、とんがってる。はあ、ちょっと口白くなってきてますね。口白になりかけてる。分厚分厚。はあ、いやー、ありがとう。今日はすごく楽しい。おじいちゃんのところに持っていこう。おー、いいですね。2匹目もいいサイズのガキでしたね。結構走った、めっちゃ突っ込んだ。しましまが釣りたい、本石が釣りたい。我が名はポテチン、そこもなし随一の爆鳥法を操りし者、我が力見るがいい、エクスプロージョン。エクスプロージョンに乾杯。お、だった、トゥルトゥル。あ、ちょっと待って、取られたよ今の。取ら、いや、まだついてるかもしれない。やべ、あ、いや、ついてるついてる。エクスプロージョンすげえ。すごいな。あー、ついてるついてる。ただいま戻りました。本石は釣れなかったけど、大きい石垣台がたくさん釣れました。ありがとう、おじいちゃん。あとでみんなで食べようね。はい、ということで、この後もまだまだたくさん大物釣れたんですが、それはまた次回お送りいたしますので、また皆さん楽しみに待っていてください。秋は朝夕の寒暖差で体調を崩しやすいので、皆さんくれぐれもご自愛ください。それでは今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。ありがとうございます。バーチャルスプーンちょうだい。